あ、ポケモンセンター？うわ、びっくりした。何、ロケット団。お前だな。最近俺たちの邪魔してるお子様ってのは。私だけじゃないよ。シゲルもいるでしょうよ。後ろからも。ハサミ撃ちとは卑怯な。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。今回は、さ、岩山トンネルを抜けていきたいんだけれども、ん？これはこっち向いて進んでいく感じ？下？あら、ポケモン持ってるわね。カモだわ。カモじゃねえわ。カモじゃねえわ。何カモ？ピクニックガールのあゆみが勝負を仕掛けてきた。なんかあれよね、この、キャラクターの名前を考えていくのも大変。お！ EV やん。え、EV やん。いいね、いいね。はい、それじゃあ、岩雪崩で。いけーい。オッケーオッケー、一発。レベルでのゴリ押しで一発。よし。一匹だけ？あ、臭い花がおるのか。なるほどね。臭い花。臭い花。いや、でもこのままで行こうか、別に。このタイプ、今連れてないしな、私。ラフレシアまで進化したら可愛いんやけどな。なんかね、この、何？謎の草、臭い花、ラフレシアは、なんか、間の、間側の、何？第二形態だけがちょっと、あれな感じっていう。いや、可愛いって思う人もおるかもしれんけど、私的には微妙なんよね。あら、強いわね。でしょ？カモにはならないんすよ。残念ながら。この先のトンネル、中は真っ暗だから、明かりがないと進めないわ。私は大丈夫よ。秘術、毛さぎりが、毛さぎりじゃいかんかった。輝きがあるから。はい、いい傷薬ゲットどうも、山男さん。ガハハ、ちょうどいい。退屈してたとこだ。私別に退屈してないんよね。そんな暇つぶしに使われましても。山男のナローが勝負を仕掛けてきた。お、イワーク。え、相手がイワークってことは、ゴローンじゃダメやんね。ゴローンじゃダメやんね。待って、ここポケモンで、不思議花で行こうか。さあ、おいで、不思議花。不思議花とやったらどれぐらいの体格差になるんかな。ねえ、こっちも結構でかいやんか。ああ、でも全然違うな。すごいな、イワークのでかさ。さあ、行け。葉っぱ買った。イエーイ、行こうか、抜群。あ、ちょっと新しく覚えてから使ってない花びらの前使えばよかったかな。どうでもいいか。まだまだ、と思ったら、もうポケモンがない。一匹しかいないよ、君。それぐらいちゃんと覚えといて、把握しといて。山男にビビらずに戦うとは大したもんだ。いえいえ、別に全然優しそうな顔してますし、君。え、これは？あ、そっから上がれるんか。でもこの辺なんかありそうな感じするよね。ないんかい。あ、こっち上がれんのか。なるほど。まあ、こっちの方、何もないの。山男がおるだけか。あ、なるほど。はっはっは、かかってこーい。これまたあれ、岩山トンネルまでの間に、トレーナーがいっぱいおる感じのところかな。山男の正則が勝負を仕掛けてきた。よし、来い。あ、この人は3匹持っとる。ということは、あ、でもそっか。じゃあ、岩山トンネルは、ここあれか。岩タイプとかがいっぱいおるってことかな。じゃあ、この戦い終わったら、不思議花を先頭にしておこうかな。ね、とりあえず。行っておいで、不思議花。どうしよっかな。次の街がシオンタウンってことは、じゃあ、エスパータイプを育てたいけん。一応、ミュウが入ってはおるけど、もう一匹ぐらいなんか、花びらの前を使いたい。スリープか、バリアード、どっちか入れておこうかな。一匹おったら大丈夫かな。ミュウが今のところね、技二つしかないけどな。いや、そのまんま行きます。オッケーです。しかも今のところどっちもノーマルタイプの技っていうね。花びらの舞。かわいい。
技に可愛さ必要はないけど、でもいいよね、華やかな感じ。なんだろう君、石つぶてしか持ってないの？もうちょっとなんかバリエーション考えようよ。ほら、石つぶて、ゴローン、ゴローニャとかいろいろちょっと考えた方がいいんじゃないの。花びらの舞、私花びらの舞選んどった？あ、話しよって覚えてないや。勝手に2発出るわけじゃないよね、これ。混乱してる。疲れ果てて混乱した。大丈夫？え、なに？そんなことがあるの？はっはっは。ありゃ、負けたようだな。めっちゃいい笑いやね。負けたのに。はっはっは。山男は心が広いから負けても笑ってるのだ。しかし、ポケモンはちょっと傷ついてかわいそうだから早く回復してあげてくださいまし。この辺から、上がれる。よし。ここは9番道路、花田シティ、岩山トンネル。あれ、ここは、あれかな、右に進んでいく感じか。こっちの方で、なんか野生のさ、鬼ドリルとかラッキーがおったと思うんやけど、その辺のポケモンがさ、めっちゃ、うえい、君じゃない。君はいらないんだ。君はいらないんだ。一応捕まえとくかな。っていうめっちゃ適当な構えでやったら全然捕まえれんっていうね。たらたらモンスターボールの無駄打ちに。はい、オッケー、一発。ま、この辺言うて花田シティのすぐ近くやけん。弱いんかな、ポケモンたち。どうなんでしょう。さっき飛び寄った鬼ドリルと、あれ、そういえばニドランを押すって私持っとったっけ？メスだけやった。え、メスだけな気がしてきた。ちょ、君おいで。欲しい。君欲しいです。多分、捕まえてなかったと思う。はい、野生のニドランを押す。おいで。あっく。ジャンプでかわした。はい、グレート、来た。おいで。どうや。あー、出た。出た。はい。あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。全然違うところに行く。はい。お？へい。お、グレート、はい、来た。なかなか捕まえるのが難しいね、ポケモン。お、来たよ。これで。一応、ニドランメスの方は、ニドクイーンまで。ニドクイーン？ニドリーナまでやっけ。行っとるけん。お、ピカチュウレベル21。お、10万ボルト、よきよき。もう確実にいります。ってことで、電光石火をちょっと忘れさせましょう。1、2の、保管。ピカチュウは電光石火の使い方をきれいに忘れた。そして、ピカチュウは新しく10万ボルトを覚えた。イェーイ。やっとや、10万ボルト。はい、そして新しく図鑑に登録、ニドランを押す毒針ポケモン。いつも大きな耳を立てて、周りの気配を探る。危険を感じた時は毒針を使う。いいね。これでオスメス揃った。で、あとは、あの子はニドランメスやし、ブラッキーと鬼ドリルは出てきてくれないですかね。ん？コラッタはちょっといいんだ。出てこないな。進んでいきますか。とりあえず進んでいきますか。ちょ、待って、これどこからどう行けばいいんだ？ここからか？あ、こっからだね。オッケー、オッケー。どうも。岩山トンネル抜けて、シオンタウンに行くところなんだけど、私も同じくだよ。同じくだよ、仲間だね。キャンプボーイのノリヒロが勝負を仕掛けてきた。お、サンド。あ、そうや、ちょっと入れ替えてないんや。不思議花から入れ替えてないんや。はい。不思議花おいで。一匹？2匹か。オッケーオッケー。さあ、出ておいで、不思議花。もうね、不思議だね。不思議そう、不思議花ときて、可愛くなくなってしまったからな。まあ、強いのは嬉しいんだけど。てかさ、いつも思うんやけどさ、この不思議花っていうのは何なの？カエルなの？いまいちずっと分かってないんやけど。でも、カエルっていう表現はどこにもないんよね、別に。オッケー。お、ニドリーナレベル23。お、毒毒？
何の技があったかな。あ、じゃあ引っかく忘れさせよう。1、2のポカン。このニドリーナもね、二毒院までやね、進化させたいよね。はい、毒毒を覚えた。お、ミュウレベル20。ミュウのレベル上がるの早いな、結構。ラッタ。ラッタ。このまんまで行こうか。もうこれで、レベルでご了承します。よし。よし、来い。こっちの方がレベル高いもんね。鶴のムチ。向こうの方が先だった。行け。あ、でも全然、全然ダメや。もう一回。もう一回鶴のムチ。これでいけるはず。オッケー。よきよき。お、レベル33。イエーイ。お、イーブイレベル24。新しく突進を覚えたい。何の技あるっけ。突進ってあれよね、自分にもなんか来るよね、衝撃みたいな。じゃあとりあえず突進はいいかな、ね、別にそんなにいらん技もなかったし、うん、お、ゴローンレベル36。どうもダメだな。どうしたどうしたの。なんだい、君も今山トンネル行くのか。そうだよ、そうですよ。はい、そしてちょっと手持ちポケモンね、不思議花を並び替えで、はい、こっちに連れてきときます。オッケーオッケー。そしてこれを、いい傷薬。傷薬もね、結構あの待ち伏せで使ってしまったから補充しておかないとっていう感じだよね。10番道路。あれ、こっち、この辺抜けて岩山トンネル行くんやっけ。お、いい傷薬。いいね、いいね。あれ岩山トンネルはどこにあるの。あ、ポケモンセンター。うわ、びっくりした。何、ロケット弾。お前だな。最近俺たちの邪魔してるお子様ってのは。私だけじゃないよ。シゲルもいるでしょうよ。後ろからも。挟み撃ちとは卑怯な。おかげでロケット団のメンツ丸つぶれ。このままじゃボスに顔向けできないじゃん。ってことで、ちょっと痛い目見てもらうよ。子供相手に大人4人、大人げなさすぎやろ。待ちなさい。お？ラプラス！かっこいいじゃねえか。子供相手に多勢に無勢、見過ごせないわね。なんだこいつ、まとめてやっつけてやる。こっちの3人は私が相手してあげる。私は1人、オッケー。そっちの彼は頼めるかしら。任せて。いい返事。それじゃあ行くわよ。なんかあの人見たことある気がするな。誰やっけ。全然知らん人かもしれんけど。ロケット団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。あれやね、なんか、かわいそうに。ロケット団の下っ端たちには名前がないのね。切ない。あ、1匹だけ？めっちゃ余裕やん。花びらの舞。いけーい。イエーイ、一発。鶴の鞭よりこっちの方が良かった。やっぱあれか、使える回数が少ないやつの方が威力は高いんかな。ボスになんて報告すれば。あれはしょうがないよね。子供に負けましたっていうしか。お子様のくせになんて強さだよ。捨てゼリフ。三人がかりで手も足も出なかった。その強すぎる氷ポケモン、あんた一体。あ、あー、なるほどね。見たことあると思ったら。私はポケモンリーグ四天王のカンナ。まさかの四天王ここで出てくる。あなたたちも氷漬けにしてあげましょうか。四天王？間に合ってまーす。さこらさっさと。あなたやるわね。想像以上だわ。まあ、ここで四天王に認められる。なるほど、ジンバッジ集めてるのね。そうなんすよ。あなたがポケモンリーグに挑戦してくれること、楽しみに待ってるわね。それじゃあまた。いいね、こういう演出あるの。え、めっちゃいいやん。ラプラスは？しまっていったの？しまっていったんすか？どうも。使い道ないから金の玉を売ったら5000円で売れた。そうね、金の玉ね、1個5000円するけんね。
シオンタウンで幽霊が出るってみんな騒いでるよ。幽霊の街だもの、ゴーストタウンだもの、本当の意味の。私はエリートトレーナー、普通のトレーナーよりかなり手強いの。私たちが見かけたら覚悟して戦うのね。ここでは戦ってくれないんすか。エリートトレーナー、ポケモンはタイプによって有利に戦える相手と苦手な相手がいるのだ。ピカチュウめっちゃ走りよりやん、大丈夫？なんかそんなにあれよね、体力減っとる。満タンやん。全然満タンやったやん。ということは、まあ、回復は大丈夫ってことやね。え、ここは何？え、これ別に切れるやつやん。こんなとこ切る必要ある？普通に回っていけるくない？いけますよね。お、スーパーボール3つやった。ここが岩山トンネルってことかな？ほら、ここは岩山トンネル、シオンタウンへの回り道。回り道なんや。どうも。岩山トンネルは厳しいよ。ここで鍛えていきな。手取り足取り教えてあげよっか。勝負します。よし、お姉さん、若者に胸貸しちゃうよ。これがエリートトレーナーか。コーチトレーナーとの違いは何なんやろうね。お、コーチトレーナーやん。コーチトレーナーのホタルが勝負を仕掛けてきた。どうも。ん？微妙に格好違うんかな？よくわからん。やろうぞー！かわいい。しかし、不思議バラでコテンパンにしてあげます。かっこいいよ。あったかったー。効果は抜群。なんかとどまったんだけど。一発分だけとどまったんだけど。いけ、つるのぶち。よし。そして、もう一匹は？私はニョロトロが好きです。ニョロモも可愛いけどね。コリザル。コリザルか。そのまんま行きましょうね。そのまんま行きます。はい。おいで。オコリザルも結構好きなんやけど、ムキムキな割にはさ、細くない？細マッチョかな。一発やったね。オコリザルの方が一発やった。効果抜群でもないのに。いいぞ若者。なぜ目をそらすの？照れてるの？逆に教わっちゃったな。高知だよ、受け取って。お、瓦割りありがとう。もらっちゃったよ。相手の光の壁はリフレクター回っちゃうよ。マジで？そういう感じなん。へぇ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれをね、ラプラスに乗っとったけど、あれも多分秘術とかなんかな。波乗りの代わりになるものとかが出てきそうやね、この先。